はーい、こんにちは。沖縄おばばです。今日の最後の配信になります。皆さん今日もたくさんお付き合いいただき、本当にありがとうございました。はい、えー、最後のニュースはですね、はい、えー、締めのニュースは、あやっぱり備蓄は大事だということを、訴えかけるようなニュースになってしまいます。はい、えー、あれですね、インドですね。 インドが小麦のね、輸出をあのー、制限したっていうことを皆さん、えー、聞いてはいると思います。はい。小麦は、あインドはね、もう輸出しませんよっていうことなんですね。そしてですね、大事なことをもう一つ言います。多分、お米も、油菌になる可能性が高くなってきたということですね。はい。えー、皆さんご存知の通りね、カリーのフォルニアでもね、 お米もちょっと悲惨な状況になっております。はい。えー、ぬっぽもね、なんかほ、ほぼほぼ減誕政策みたいなことやっていまして、えー、今後ね、農家さんが続けていけるかどうかっていうのが非常に疑問になってきました。はい。まあ、ひどいですよね、これね。本当は自国の農業をね、もっとね、えー、こう、擁護しないといけないのに、 えー、これはひどいです。はい。買い取り価格をね、半額にしたりとかね。えー、恐ろしく <laughs>、アホなことをやっております。はい。そんな中、インドが、ああ、お米ね。えー、インド、割とあのー、すごい、あのー、お米の世界の生産国になってるんですけど、そこも多分ね、えー、自国の農業をこう、ね、守り、守るのにね、 えー、自国の人たちに食料を供給するのに、お米を金にする可能性が非常に高くなってきましたよという記事です。はい、えー。まあ、インド米ってね、あんまり私たち食べないとは思うんですけど、えー、時々ね、カレー屋さんですね。インドのカレー屋さんに行くと、えー、ロングライス米が出ますね。あれ多分インドのお米ですね。 はい、えーロングライス米はね、あの、カレーとかには非常に合うんですよね。タイカレーにもね、えーサラサラしててね、食べやすいんですよね。あとね、あの、デザートなんかにはロングライス米がいいですね。あの、ライスプディングですね。ああいうものには、あの、ショートライスを使うよりもね、私たちの、えー、まあ、中華圏とかね、台湾とか日本で食べられてるようなね、あの、ほ、短いね、 お米を使うよりは、長いお米をつく使った方がね、えー、チャーハンとか、あと、なんて言うんでしょうね、そのカレーですね、カレー類。あとは、はデザートですね、お米のね、はい、ライスプディングなんか。あと、まあ、お惣菜ですかね、あの、おライスのね、えー、サラダみたいなやつですね。 ああいうものにはね、えー、ロングライスの方が合うんですけどね。普段食べるのにはまあショートライス、ショートライスですね、私たちはね。えー、まあ、話がそれちゃいましたけど、なんとインド、全世界のね、お米の生産の40%を担っているそうです。はい、それが輸出禁止になりますよ、というようなあ事態に、 もうすぐなってしまいますということです。やっぱりね、お米は皆さん備蓄しておきましょう。はい、えー、もしかしたらね、えー、これで行くとね、あの、昔の記憶でね、大米食べた方もいらっしゃいますと、いらっしゃると思うんですけど、大米さえももしかしたら雪になるかも、可能性が出てきますね。はい、まあ、そういうことです。はい、えー、一応ね、この記事、あの、英語の記事なんで、えー、まあ、 あのー、グーグルさんからね、飛んでってみてください。えー、そうしたらね、あのー、自動翻訳してね、見られますのでね、えー、ぜひぜひ、あのー、ご覧にください。そして、お米は、ああ、多めに、ね、多めに備蓄しましょう。何かあっても、お米がね、あれば、そんなに困りません。はい。そういうことです。 はい、えー。お米があればね、あとお味噌汁ぐらいあればね、えー、あとね、えー、まあ、おにぎりですかね、そういうものでね、えー、結構、持ちますんでね、日本人は。はい。はい。そういうことでございます。はい。えー、今日もね、えー、一日本当にありがとうございました。お付き合いいただいてね、えー、皆様に心から感謝感謝です。そして明日、えー、また、 素敵な笑顔でお会いできることをお祈りしております。はい。えー、沖縄おばばでした。これは先ほどのね、続きです。はい。お部屋ですね。バスルーム。さっきのがね、入浴中の絵だったのが、これが出て、えー、洗濯して、そしてリビングでしょうかね。はい。えー、こういうふうに塗っております。はい。えー、それではね、皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。